を見にやってきました。暇人だね。決して暇ではないけどね。ここは福島駅近くの上昇橋踏切。大阪環状線と同じ高さの高架から降りてきて、この踏切を通り過ぎるとすぐに地下へ潜る峠の中腹。単線だし、ここにいれば大阪駅地下ホームを通る列車は全て見ることができるはず。はず？ここで話題になっているのは、高架から地下、そして地下から高架へ駆け上がることで必要になった重量級貨物列車につく候補機。今までは本当の峠でのみ必要だった機関車が前後につく貨物列車の運行が、大都会大阪のど真ん中で見れるというもの珍しさ。その先には世界が広がっているというのに、どっちかというと鉄道より飛行機の方が好きなのに、なぜに私はここでこんな映像を撮っているのだろうか。やばいね。なんか精神的に疲れている人みたいなことを言い出したな。まあね、観光地とかをレポートするのもこのチャンネルの目的だし、梅田峠なんて俗称もついてるぐらいなんだから、立派な観光地だよ。そうだね。じゃあとりあえず貨物列車の通過時間をいくつか調べてきたから、しばらく付き合ってください。しょうがないな。私たちは知らなかったのです、この後あんな悲劇が起こるなんて。しばらくしたらすっきりするはず。まだまだ工事中という雰囲気は伝わってくる気がするね。来た。
までにもう1本来るから。出てくるのはしんどい。なんというフットワークの重さ。なんとでも言えばいい。ちなみに梅田では働いていたこともあるから多少の土地感はあるぞ。梅北の開発で変わる梅田をちゃんと案内できるの？ちょっと無理かも。大阪駅地下ホームができたらまた来ることにする。とりあえず、今日なんとか取っておきたい。なんとかなるといいね。来た。頼む。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでもらえましたか？よかったらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。お願いしますなのだ。